今日のコメント、ポケカ会議面白かったです。うちはポケカには手を出さないようにしていましたが、これを機に買っちゃおうかなと思います。っていうかポケカってこんなに可愛いんですね。子供に合わせてポケモンキッズのフィギュアを集めていましたけど、今度からポケカも買います。これ初めてのポケカ開封の動画コメントなんですけど、嬉しいですよね。これからポケカ動画もやりたくなるような素敵なコメントありがとうございます。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新聞新鮮も終盤に入り盛り上がっていますよね。てかスー君好きだよ。気持ち悪い。出た、人の心を簡単に傷つける言葉、クソ。そこで今回はアニポケを徹底考察してきた僕によるマスターズ8本当の強さランキングをやっていこうと思います。では関係ないけど、昨日の動画で僕のチャンネルの登録者の比率が9割の方が登録してないと伝えたら、昨日1日で300人ぐらい増えました。登録してくれた方ありがとうございます。まだの方はチャンネル登録してくれたら動画投稿のモチベーションになるので、ぜひよろしくお願いします。てか7万人いるのに登録比率1割？全員登録したら70万人 YouTuber なの？すごくない？というわけで、よかったら最後まで聞いててください。順位関係なし、マスターズ8メンバー本当の強さランキング。今のアニポケ新無重心は1万人以上のトレーナーが参加するワールドチャンピオンシップスが行われており、その上位8人のみに与えられる称号がマスターズ8です。現在その8人でトーナメントが行われているんですが、やっぱり主人公サトシがいたり、トーナメント表の兼ね合いもあり、本来視聴者の納得のいく結果になってない部分もあるのかなと感じます。なので今回は独断と偏見にはなりますが、散々アニポケ考察をしてきた僕がマスターズ8メンバーの本来の強さでランキングを考察も織り交ぜつつつけていきたいと思います。結構それっぽい理由にはなっているので見ててください。まずは第8位、アイリス。本来の順位は7位ですね。これはもう結構簡単で、アイリスってハイパーボール昇格試合の時にサトシに負けてるんですよね。それが一番大きい点なんですけど、今のアニポケのアイリスってチャンピオンではあるんですけど、若きチャンピオンという設定で、同じドラゴン使いのワタルとも経験値的にまだ勝てなそうなので、ここですね。シロナとはいいバトルしたんですけどね。次は第7位、サトシ。本来の順位は8位ですね。アイリスにはさっき言った理由プラス、アニポケではほぼ同期トレーナーという点から実際勝っていますし、主人公補正抜きにしてもまあギリ勝ててるのかなという印象ですね。しかしこっから上は正直普通にバトルしたらまだ怪しいと客観的にアニポケを見ていて感じたので、この順位にしました。次は第6位、DAIGO。本来の順位は3位ですね。まあこれは僕の独断と偏見なんで、あまり鵜呑みにはしないでください。でも僕なりにこれは結構理由があって、まず DAIGO は鋼タイプが主体という点、他のトレーダーと比べるとアランに関しては XY 編でタイプ相性が悪いプラスフラガリの邪魔が入っているとはいえ、当時のアランとの一騎打ちで引き分けているのであまり差はないのかなと思います。ワタルについてはゲームでリザードンを持っていたので、実はリザードンを持っているはずなんですよ。プラスワタルは総合種族値が相当高い点を考えるとワタルよりは下かなと思います。あとカルネとシロナにはワンチャン勝つ可能性はあると思いますが、この順位が本来無難なのかなと思いました。次は第5位、アラン。本来の順位は6位です。さっきのダイゴの話の続きになりますが、 XY 編でダイゴとの一騎打ちで引き分けと考えると、エース対決はタイプ相性も考えるとギリ勝てそうという点、そしてアラン実は600族のバンギラスやメタグロスなど他のポケモンの総合種族値も相当高いですし、タイプもばらけていてバランスがいいです。そう考えるとダイゴより強そうと感じました。次は第4位、ワタル。本来の順位も4位です。さっきも言ったように総合種族値の高さ、ドラゴンタイプ使いと言いつつリザードンやギャラロスを使う点でここかなと思います。次は第3位、カルネ。実際の順位は5位です。カルネがここなのはまずフェアリータイプがワタルとアイリスに刺されて、実際アニポケでも順位の上のワタルに勝利していましたしね。そしてアランがカロスリーグ優勝後チャンピオンであるカルネと戦ってるはずなのに、カルネがチャンピオンのままなのはおそらく負けているからという点、光の壁やリフレクターといった手堅い技構成もポイント高いです。タイプもばらけていて様々な相手に対応できますし、意外とこの辺なのかなと感じます。次は第2位、シロナ。本来の順位も2位です。シロナはカルネの上位互換なのかなって印象です。戦い方もより戦術的、タイプがばらけている点、ポケモンの強さもですし、何よりトレーナー自身も分析する徹底ぶり、サトシもそれで今ピンチですしね。本職が考古学者だけあって研究している戦い方でこの順位です。第1位がダンデ。本来の順位も1位です。最強、強い説明がバカみたいになっちゃうんで省略しますが、でも僕はシロナの方が強い理由を語れるので
アリポケじゃないなら白なの方が強いと思います。皆さんはこの順位どう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じでマスターズ8本当の強さランキングをやってみたでした。ちょっと残したチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。